本日のゲストは吉村みのりさんです。はいこんにちは。あのシーズンのね、はい、最初の方でれいかちゃんが実は出演してて、うんうんうん、その師匠、あ、そうなんですか。その師匠がみのりさんだっていうふうに答えてた。れいかね、可愛い後輩です、うん、唯一の唯一の唯一のその師匠が、はい、まあ、みのりさんということで、今回やっと、うん、呼んでいただけました。いい、こちらこそ。実はですね、うん、みのりさんは雪将軍のライダーであり、はい、今回自分も、はい、雪将軍のライダーにいました。そうなの。はい、そうなんですよ。じゃあ後輩だ。あ、そうです、そうです。後輩だ。だから先輩ですね。後輩だよろしくお願いします。あまりいない、数少ない後輩だでね、みのりさん、うん、はいはい、使ってる板、こちら、はい、何ですか。小笠です。あ、私小笠ライダーなんで、これはね、来季の FC です。おー、セミハンマーですよ。すごい、来季の。私がいつも大会で乗ってライボーです。あのね、カービングするには本当にめっちゃいい板。うん、あのね、硬すぎず柔らかすぎず。硬すぎるとさ、うん、なんかトリックとかもしづらかったりさ、こう自分で操作して自分で乗ってっていう風にやっていくのが難しいんだよね、うんうんうん、女子だし私、うん、そうですね、うん、そう、あんま力ないか弱い女子だからFC… あ、な、なに、ね、か弱い女子でもじゃあ乗れると。そう、か弱い女子でも乗れるし、すごく操作性がいいから扱いやすいです。なるほど、うん、私はもう FC がもう大好き。へえ、うん。バインの方がこちらが、バインはねフラックスです。はいはいはい、はい、フラックスのこちらが、これは GX ですね。あ、 GX ですね、はい、ガールズモデルだけど、うん、メンズの XF と変わらないです。へ、サイズ感が違うだけで。あ、そうなんですね、うん、っていうのは変わらない。失礼しました。ってことで、はい、今回はそんなみのりさんの、うん、まあ、かっこいい滑り、はいはい、髪なびかせながら、はいはい、頑張ります。と、はいはい、いうことでみのりさんの滑り、はい、皆さんお楽しみに。行ってきます。
Ha ha ha.